ハローさん、今日いつもと服の着こなし、なんか全然違いますね。わかります？はい、だいぶいい感じ。ありがとうございます。ちょっと夏なんですけど、ちょっと綺麗な感じで。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。八木社長から見て、ハローさんの着こなし、いかがですか？いや、かっこいいですね。ありがとうございます。どんどんおしゃれになってきてますけど、はい、おしゃれってそもそも何だと思いますか、稲葉さん。真実を知ることが全てじゃない。ところで、ところでハローさん、はい、家族との思い出の車って何ですか？家族との思い出の車は、はい、僕はマーク2ですね。 お父さんが乗ってたんですけど、それ乗って僕初めて、まあ、岡山県なんですけど、はい、甲子園に野球観戦連れて行っていただいたのを覚えてます。マーク2、はい、マーク2乗せられて、はい、阪神応援に行きましたよ。あの時期一番暗黒の時代でね、勝てないんですよ。八木社長、トヨタのマーク2ってどうなったんですか？今やマーク2、マーク X と変わって、それがもうなくなってしまって、今は 2.5 リッターのセダンで、カムリというブランドが今主流になってますね。はい、なんかもうあれですよね、イメージとしてはもうレクサスみたいな外観になりましたよね。そうなんですよ、もう今もう近代的なもうハイブリッドになって、シャープなスタイルですね。はい、あれがもう流行りのもう形というか、そういう感じになってくるんですね。そうなんですね。はあ、なるほど。ちょっと切れ目の、はいはい、そうですね、切れ目でかっこいいスライドだよね。はい、もう僕も車を購入するときはぜひこちら考えたいと思います。はい、新車を買うなら 100% 新車感でよろしくお願いします。お願いします。